漫画新連載研究会分室、この動画は漫画新連載研究会の活動の一環で毎週1本、単行本を選んで配信していくやつです。はい、やつです。はい、番組です。はい、後藤です。鏡です。はい、今日は扱う作品は何ですか？セレベスト、織田信長。はい、はい、どんな話でしたか？ですね、セレブたちの間ではですね、セレベストっていうセレブのてっぺんを競う戦いが行われているという設定で、あの相手をですね、おもてなしすることによっておもてなしによりこう贅沢の極みで敵を圧倒し、そうだね、自分が上に行くというですねなので、まあ、あのどういうあの頭のおかしいおもてなしがですね出てくるかっていうのを僕たち一般人の視点から見ていくっていう、うんうん、ギャグですね。ギャグですね。はい、うん、ミートカフェメックスかな、うん、出ていると。いやーね、リアリティは一切ないですからね。こう金持ちは、ね、なるほど、こういうセレブな贅沢をするんだっていうリアルさはほぼないっていうか、もうこの表紙から明らかなんですけど、ね、あれですよ、いいマフラーしてるなみたいないいマフラーの趣味してんなみたいなこと言ってたよ、やっぱりマフラーなんだって最初あのなんかこう毛皮とか巻いてるイメージなんですよね、うん、一番最初に出てくる贅沢が、うん、あの1本何でしたっけ、3000万円のワインで風呂を作って入るっていう、あれが唯一理解できた贅沢っていうそうですね、それから先はもうすごかったもんね。一番最初のこのお酒、うん、すごいお酒があるっていう話で、あの熟女が口の中で噛み続けた最高純米を口移しするっていうよく考えたよね最高の贅沢おもてなしとは何か、なんかあの全体的に汚いそうだね、綺麗では確かにないでもそこが売りでしょ、暑苦しさ暑苦しいとも違うんじゃないの、暑苦しさもいいんじゃんだろうっつってなんだろうなこれちょっと推薦文読んでいいですか？はい、ね、これは東大さんからの推薦文ね。セレブ同士のもてなし合戦漫画、ギャグを面白がる気持ちによって異なりますが、作品全体から伝えよう、臭さは伝わるはずと。ビジョンマフラー代わりに首に巻くとか、ミドルビーナッツをつけたキュウリなど、ネタのスケールが大きい。また、男と書いてペロモン、呪王と書いてカマーンみたいな、ジョジョや、ジョジョのスタンドやハンターハンターの念の力のようなルビーとかもいいよね、みたいなこと書いてあって、物語の組み立てが様式美になっているため、ネームのテンポが良く、おもてなしまでの展開が無駄なく読みやすい、みたいな。掛け合わせに対応して密度が高い絵柄でもあるのに、読みやすいのは、構図とかペンタッチの使い分けがいいんじゃないかな、みたいな書いてあります。うん、様式美だったらそうですよね。確かにね、新しいおさんたちは胃もたれ上等の過剰なおもてなしを楽しんでくれる。毎回こうやってることは同じで、うん、新しいセレベス、あの、セレベストが出てきて、そうそうで、新しいセレブが出てきて、で、相手がおもてなしをしてくると、頭の悪いおもてなしをする。それに対して、織田信長主人公が、堪能しつつも攻略するみたいな。そうなんですよね。で、最後結局自分のものにして、自分のやつ方がすごいんだってみんなって終わる。相手が、友達になったり、部下になったりするっていう。ね。ギャグってなんだろうっていう気持ちになっちゃったな。ギャグって不思議。これね、すごいですよね、この今の時代にこうギャグで単行本を出していく、ありがたいですよね。あ、ギャグ作家にとっては多分そうなんじゃないかなと思ってて、今ギャグ売れないっていう言いますね、僕も言いますもんね、うん、ギャグの作家さんのところでアシスタントしてたこともあったんで、もう本当そうなんですよね、単行本に出してくれる、なかなか出してくれないし、部数も上げてくれないし、みたいな中で、こういうので一冊作っていくっていうのは、いいよなと思ってますよ。なんでストーリー漫画の売れるんですかね、ギャグより。なんでしょうね。ね、いやでもさ、濃すぎるんじゃないってちょっと思ったですよ。僕これ雑誌とか、まあ、ウェブとかで読んでたら、全然なんか楽しく、読むのが、もうこれ単行本一巻としてまとめて全部読みたいって思う人って相当好きな人でしょっていうところじゃない。確かに。そんなことはない。うん、いや確かに。うん。うん。
確かにすごいですね、重量感のある作品ですよね。だからこれもちょっとずつちょっとずつ読んで満足するのも何かお腹いっぱいになって、ギャグ漫画セリフが多くなるってのもありますよね。うんですね、うん、まあだからでもそういう意味ではね、分けて読んだりすると長く楽しめるよ。ギャグ何度やるとギャグになるんだろうなと思ってて、まあ例の過剰にすればギャグになるっていうのが一個あるじゃないですか。そうですよね、うん、でそうなんですよ。なんか面白いなと思うのは、織田信長が別に、特に織田信長がね、最初の方はおもてなし受けるじゃないですか、うん、だけどそこで織田信長がめっちゃ過剰な反応してるわけじゃないんですよね、うん、でだからどこの部分がこれ僕は面白いのかなと思うと、なんかやっぱりその感情というよりは状況の過剰さで見せる純然なギャグなんだなこれと思って、ちょっとこれまでのベースに合ってるなんか萌え漫画寄りのギャグとはやっぱりちょっと違うのかなみたいなのを感じながら読んでいた。んよくわからん、どういうこと？主人公の感情の動きを楽しむ感じでもあるのかな。いや、だろう、薄いと思いますね、それは。そうだよね、うんうん、もう決まってるしね、話もね、うんうん、これなんか全部通してあっぱり羨ましくないっていうなんかさっきも言いましたけど、全部大体汚いっていうですねなんかそういうのがこう全体的にセレブよくわからない価値観、世界観の人たちっていう感じを出してて、なるほどね。ポイントで言うとそのやっぱ頭のおかしいおもてなしなんですけど、全体ですよね。そうだね、なんかよくわからん、セレブっていう世界の人たちがよくわからないことをしているっていう。そうなんだよね、そうなんだよな、これね、ほんとね、なかなか実は言語化しづらい面白さなんだよな。いや難しいですよこれは、うん、なんでこんなことになっちゃった。そう、真剣に何か変な、真剣なのにおかしなことになっちゃってどういうのかな。でもこれなんかこの頭のおかしいおもてなしよく考えますよね。その後攻略をしなきゃいけないじゃないですか、うん、大変ですよね。大変ですよね。いやーこの仕事をしたくないなっていうこれどうだこれなんだ、何か学べるところはあるのかすごいいっぱいある気もするしそうですね、言語化できればって感じですね。ギャグと何かっていうところが分かりそうな気がするんだけどな、これを考えるとリアクション系だけじゃないんですよね、だからギャグって。なんかそこに僕はなんか、あ、そうなんだなと思ったっていう。そうですね、なんかね、漫画太郎先生みたいなのをねやってたりして、とか言ってるけばギャグになるのかなってずっと思ってたんですよ。最近リアクションで、リアクションをおかしくしておけばとにかくギャグになる。でもこれはそういうわけでもないんですよね、うん、そのなんか、まあ、ネタもそれほどでもないんですよ。いやまあ十分おかしいんですけど、汚いじゃないですかそもそも , 笑うというよりも生理的嫌悪感も結構出るんで、だからさっきも言いましたけど、そういうわけのわかんないことをしているっていうのを通じて、うん、セレブってわけわかんない人たちだよねみたいな、うん、そういう感覚を与えるところがギャグになっている。これあれですかね、やっぱりどう、すごい汚かったり、すごいとんでもないものを、堂々と受け止めてるから逆にいいんですかね。つまり、漫画太郎先生みたいに、ああ、でも漫画太郎先生はやっぱりすごいことも起きてるかな。なんでもない。ことをわーっていうパターンと、うん、すごいことを堂々と受け止めるっていう、うん、なんかそこら辺のギャップ感だったりするのかなみたいなのを今ふと感じておりました。なんか、うん、受け取ってること、堂々と受け取ることにより、うん、この世界の作中の奴らの価値観とかが、まあ、おかしいわけじゃないですか。そうですね、そういうこうなんかある種動物園の中の檻の中の動物を見る感じじゃないですかね。ああなるほど。なので例えばシグリとかは僕たちとは全然違う、こう武士のよくわかんないマゾヒスティックな世界観とか社会が書いてるじゃないですか。あれと構造同じなんですよすげえ、そうか、面白いですね。すごい価値観を見せつけられているのか、そしてそれを、なるほどね、知って嬉しいみたいなことか、知って嬉しいっていうか、まあ、なんか見せつけられたって感じですね。コアはそこで、その中に、まあ、ネタがあるって感じじゃないかな。なるほど。だから、こんな汚くても許されてるんじゃないかなっていう。言語化するとどうだろう。まあ、ちょっとそんな感じっていうか。まあでも、みんな、こういう、こうなんか、僕たちとは違う価値観とか、うん、持ってる社会書きたいっていう欲望あるじゃないですか。あるし、やっぱり、見応えあるよね、そういうの。うん。
そういうのいそこにフォーカス当てて成り立たせることもできるって感じじゃないですかね、うん、深い俺ね今考えながら喋ったけどねうまくいったもんねうまくいったもんだな俺みたいなよしじゃあというわけではい進めセレベスト織田信長はい、はい、いやなんかねそこギャルサッカーの先生とか言ってたんだけどやっぱギャル漫画はね本当心の健康にいいみたいですよあそうなんですか、ね、すごい落ち込んだりした時にただ単に笑えるっていうのはすごい精神的にとても良いとちなみに、ギャグサッカーは大体心病むってよく言うじゃないですか。病んでたりしたんですか？ああ、どうですかね。病んでたかな。まあ、どうなのな。いや、楽しく言ってたけどな、僕の記憶だと。じゃあ大丈夫なんですね。まあ、お坊さんは、飯島先生のところに行ってたんで。うん、飯島先生もめっちゃ楽しそうに書いてたなっていう記憶。いや楽しくねえよとか言いそうだけどな。うん。よし。さあ、じゃあ、それで、ここまでで、一旦あれだ。はい、じゃあ、登録お願いします。はい。登録お願いします。はい。ここら辺にあります。チャンネル登録お願いします。なんかね、僕たちいつもなんか、うん、結構、そう。増えてて。増えてて。アンアンの YouTube 割も利用できるくらいには。よかったですよね。ありがとうございます。焼肉が1000円食べれるっていうね。で、今度1000まで行ったらまたいろいろあるんですよね。チャンネル登録。そうなんですよね。うん、1000まで行くと、なんか YouTube の、なんかいろいろ、真の YouTube の機能が使えるみたいなのがあって、うん、なんかいろいろさらにできるんじゃないかなと思って。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いいたします。あと3月17日に、うん、ゆうきゆう先生の、イベントをやります。はい。はい。漫画家とかのための、まあ、メンタル講座っていうのをやりますので、まあ漫画家のみならずクリエイター皆さんに役に立つと思いますので、ぜひぜひこちらお越しくださいませ。お越しください。よし。じゃあここからは、はい。おまけ。おまけじゃないよ。むしろ本番。はい、おまけじゃない。本番。はい。じゃあ、話しますか。せーの。はい、じゃーん。じゃーん。ヤングマガジンサードにて、ダンゲルス1969、始まります。始まります。はい。すごい。はい。じゃあ、これ、どんなお話ですか？ですね、うん、1969、8年、9年あたりを舞台に、うん、魔人と呼ばれる超能力者たちですね、うん、の学生と、警察の戦いを書く。学生運動の話ですね。なるほど、なるほど。はい、大体ハンターハンターとかジョジョみたいなもんだと思っていただければ。そうだね。なるほど。これって、ダンゲロスの元、通常版ダンゲロスとはどういう関係性なのかを紹介してもらってもいいですか？ですね、うん。アバウトに言うと、うん、っていうか、そもそも僕が原作なんですけど。あ、はい、そうですね。話をしておかないと忘れてわかんないよね。はい。はい、そうだった。僕が原作で、横田先生、横田拓磨先生が漫画を描いてくださってます。うん、はい。ですね、もともとが戦闘破壊学園ダンゲロスっていうのが一作目なんですけど、うん、それに出てきた敵の雪見っていうキャラが主人公になって、で、50年ぐらい前かな。うん。うん、の話になりますね。うん、はい。なるほど、なるほど。キャラクターは、まあ、これはネタバレになるからあんま言わない方がいいか。何？いや、なんかキャラクター、出てくるキャラクターはおなじみのやつが多いのか、全然新キャラクターなのかとか、そこら辺は、お互いこう置きたいみたいな感じ。基本新キャラが多いですね。なるほど。ダンゲロスの世界観が複雑なんであれなんですけど、まあ、パラレルワールドみたいなものだと思ってください。うん、はい。怪人の格変でもまだちょっとないんですよ。うんうんうん。わかりました。うん。すごい、面白かったですよ。いやー、ダンゲロスは、もう唯一無二の作品だなと思ってますよ。これはどうなんですか、はい、僕らね、さっきまでこのね、織田信長とかもやってたけど、ジャンルは何なんですか？イノーバトルです。イノーバトル漫画か。はい、そうか。すごい、凄ましい笑いもあると思うんですけど、これはどうなんですかね。ここら辺は、なんかもう、すごいどう受け取っていいか分かんない感情だよね。あ、まあ、見せていいっすよ。あ、見せて大丈夫です。あ、僕は責任取ります。あ、了解。じゃあ、このシーンとかね。これはどういう気持ちで受け取っていいんですか？これはもう、なんか、これは笑えるよね、やっぱ。これは何なんですか？これはイノーバトルなんですけど、はい。ギャグなのかな？どういう気持ちなんでしょうね。どういう気持ちなんですか？すごい。絵はかっこいいですね。絵はかっこいい。いや、かっこいい。目線とかかっこいいですね。目線がかっこいい。
やもうなんかどんどんどういう気持ちになっていけばいいんだっていうね、それがオリジナリティであってすごくいいと思うんだけど、もうどう最後とかもこれどういう気持ちになるいやここはまあ最後は物語上の展開だからいいんだけど、こことかすごくないですか。スタイリッシュですね。スタイリッシュ、ね、いい見開きがあるので皆さん読んでほしいんですけど、すごい何ふざけたことを真面目にやりきることによる何ですかこの言葉にならない感覚。いや言葉にならない感覚があるからこそ作品漫画というのはいいんだと思うんですけど、いやねそれがあるよね。だからもうイノーバトムとかに一言にくくれない何かがありますよダーゲロスにはだから自分の作品なんでコメントしづらいですかね。まあ僕はねそう思って読んでいるのでぜひ皆さん読んでほしいなっていう感じで、ありがとうございます。あとはまあねせっかくこの新連載研究のね、我々やってる人が始めてるわけですからなんかいろいろできそうですよね。それはこれからちょっと考える。あとですね今ね、うん、T シャツキャンペーンやってるんですよ。T シャツキャンペーン、ああ、はいはい、そうですね言ってましたね。別にあの T シャツあげるとかじゃなくてですね、この1話を読んで、うん、みんなで好きなコマ使って、うん、T シャツのデザインを作れっていうですね。おー、なるほど、ね。はい。優秀賞に選ばれた作品は、T シャツになって、俺が日常的に着るっていうですね。すげえ面白いですよね。というキャンペーンをやっております。先生にいろいろな面白い T シャツを着せましょう。うん、3月10日締め切りなんで、多分この動画がある頃にはもう終わってると思うんですけど。了解しました。わかりました。はい。あとじゃあ、ちょっと楽しく、せっかくだから、うん、なんか作者的に、実はここを見て注目してほしいみたいなのあったりしますか？なんか、ここが気に入ってるとかじゃ。いや、それはもうね、やっぱりあの、横田先生すごいなって思ったのが、この、シコシコピュッですね。そうなんだよね。この擬音はひどいですよ。ひどい擬音をかっこよく使うよなと思って、普通にシコシコピュとかやってるんですよ。すごくないこの作品。関東で飛ばすよね。構図すごいかっこいいんですけどね。うん、大丈夫なのかな。よかったですね。あんな爽やかな漫画描いてたの。いやーさせるよね、かかみ先生ね。2話がね、ちょっとね、いろいろ語るところがある感じなんですけど、まあ、またいつか機会がありましたね。そうですね。その話も聞いていきましょう。でも本当あれなんですよね。完全に漫画として読める、なんか原作起こしましたみたいな感じじゃないんだよね。本当に漫画っぽくなってて、すごいな。うん。面白かったですよ。はい。それは実は2話がもっとすごいんで、またその時に。おぉ。よし、はい、はい、どうします、もう続けていきましょう。もう一つ行きましょう。はい、じゃーん、よし、はい、荒井春巻先生の魔法少女になれません。なれません。はい、始まりました。始まりました、ね、コミックデイズです。めっちゃ面白かったね、はい、荒井先生すごいよね。1話目があのよくわかんない横文字がガーって書いてあって、まあ、なんか目が滑るんですけど、よく読んだらアルバイト始めましたって書いてあるんですね。ほんとね、こう読者がめくさんやがってっていう。荒井先生のなんかいい感じにねくれた感じがどんどん楽しんでる。ページ名ストッキングを破らせろとか言ってるのがもうね、最初からもういきなり面白かった。何言ってんのと思って。その後、この変身シーンを、5ページもカラーでやるっていうのは何考えてるんですかね。そこら辺の、ね、こう、時間かけてカラーを描く、こんなに頑張ってカラーを描くギャグでしょ、これ。でしょうね。しかも、そんでこんだけブイーンとか言ってさ、魔法の武器を出すかと思いきやさ、ね、スナイパーライフ、スナイパーライフの。ガチのスナイパーライフルの木の模様が入ってるやつでしっかりね。最初に期待した展開をまずライフルでずらして、その後バイトでずらすじゃないですか。本当にレベルでますよね。あ、面白いよね。こういう漫画なのかな、2回もずらすっていうですね。そう、いやー、よかったですね、これね。なんて言えばいいんですかね、これは魔法少女とバイト店長の、バイト先の店長の戦いなんですかね。そうですよね。多分、まあ、1話目そうだけど、多分2話目、3話目以降は強力なまたね、敵が出てくるんじゃないですか。うん。まあ、敵というか、阻害する何かが。この最後の、
沙織が来なくてシャドウにストッキング破られたらどうするんだ、ストッキングが買えばいいのよって、これはひどいですねすごいよね、この話の企画を台無しにしかねないすごいこと言っていくんだよねもうこの魔法少女に意味はないみたいなこと言ってる感じだもんね。すごいよ。なんかここまで企画をなんていうかこう二転三転して最初のやつをぶっ壊して大丈夫なんですかね。ちょっとハイセンスすぎるのではという不安もありますけど。今の時代だとついてくれるんじゃないかな。まあ青年誌ですしね。この真っ当な絵柄がいいよね。ハイセンスは本当にすごい真っ当なちゃんとした絵でだけだけと言うっていう。はい、という感じになってますので、はい、しかもこれ今ね1話目2話目読めましたよ。なんか登録したら読めました、デイズに登録、そう、なんか課金的なやつなんです多分で90ポイント使いますよって言われたけど、なんかその登録したら100ポイントもらえたんで、なるほどなるほど、ただで読めると実質、はい、ただで全部読めます。じゃあこの後読んできます。よし、2話バスケットボールクラブへようこそ全然わかんない、何なんだ2話違うね。いや、すごい強大な敵と戦ってましたよ。おー、うん、ね、いや楽しみに。はい。まあでもね、せっかく新井先生もよく参加してくださるので、なんかできたらいいですね。そうですね。今月の新連載研究会、3月定例会は、それ楽しみですね。新井先生、本当にいろいろやってくれるんだよな。なんか、チーム合作で、みんなでチームで1本作ってくれるんだけどね、そこでも主人公のイラストとかパワッとまたいい絵柄で描いてくれるんですよね。で今度ほら僕たち追跡班っていう以前に話題に出した作品は今どうなってんだろうってチームを調査チームを、ね、立ち上げるんですけど、それもまあ新井先生描いていただいたんで、ありがとうございます。あとね、今後うちの会から森下真央先生の、うん、そうですね、新連載始まるし、3月はね、なかなか暑い定例勉強会になりそうですね。続々とみんなが始めていく。よし。はい。じゃあそんな感じでやっておりますので、はい、入ってね、みたいな。はい。では、ぜひお待ちしてます。